が安心安全に今年は町づくりをしっかり取り組んでおります。川内ひろしでございます。川内ひろしでございます。人間復興川内ひろしでございます。どうか皆様のご支援を川内ひろしへと伺いますようお願い申し上げます。川内ひろしでございます。皆様の暮らしを守るために実行をいたしました。これまでの経験と実績を生かし、これからもしっかりと邁進してまいります。川内ひろしでございます。立憲民主党川内ひろしでございます。心からのお願いとご挨拶に上がりました。本日より選挙戦がいよいよスタートいたしました。何としてもありがとうございます。皆様のお力賜りたくお願いに上がりました。川内ひろしでございます。今回の選挙何としても勝たせてください。負けるわけではありません。川内ひろし、皆様のお役に立ちたい川内ひろし、皆様の暮らしを守りたい川内ひろしでございます。確実で信じて悔いのない、しっかりと取り組んでまいります。川内ひろしでございます。立憲民主党川内ひろしでございます。選挙戦のお願いとご挨拶に上がりました。川内ひろしでございます。これからの選挙を変えるのは、ありがとうございます。川内ひろしでございます。皆様の一票でございます。どうか迷わず皆様の大切な一票、川内ひろしへと投じてくださいますよう心よりお願い申し上げます。お父さん、お母さん、じいちゃん、ばあちゃん、お隣のおじちゃん、おばちゃんに優しく伝えてください。川内ひろしが必ず政治を変えてまいります。川内ひろしでございます。気をつけて帰ってください。ありがとうございます。川内ひろしでございます。立憲民主党川内ひろしでございます。選挙戦のお願いでご挨拶に上がりました。川内ひろしでございます。どうか皆様のご支持ご支援賜りますようお願い申し上げます。皆様の暮らしを守りたい、皆様の自由を守りたい川内ひろしでございます。必ず仕事で皆様に恩返しをさせていただきます。皆様の大切な一票がこれからの鹿児島政治を変えてまいります。どうか皆様川内ひろしに託してください、任せてください。川内ひろしでございます。選挙戦のお願いとご挨拶に上がりました川内ひろしでございます。誰よりもふるさと鹿児島を愛する川内ひろしでございます。皆様お一人お一人が日の当たる政治をと川内ひろしでございます。どうか皆様のご支持ご支援を、川内ひろし、やっぱり川内ひろし、今度も川内ひろしと心一つにお願い申し上げます。川内ひろしでございます。有言実行の、こんにちは、気をつけて帰ってください。川内ひろしでございます。子供たちの時代の責任もぜひとも川内ひろしへと皆様の温かいご支持ご支援賜りますようお願い申し上げます。川内ひろしでございます。立憲民主党川内ひろしでございます。本日より選挙戦がスタートいたしました。お願いとご挨拶に上がりました。川内ひろしでございます。これまでの経験と実績を生かし、これからも皆様のためにしっかりと
化対策にもしっかりと取り組んでまいります。皆様お一人お一人の声に阿波内広島しっかりと耳を傾け、必ず特定へとつなげてまいります。阿波内広島でございます。ありがとうございます。阿波内広島に任せてください。託してください。阿波内広島でございます。選挙戦のありがとうございます。ありがとうございます。広げてください。選挙戦のお願いの挨拶に上がりました。ありがとうございます。どうかどうか皆様のご支持ご支援を川内広志川内広志へと賜りますようお願い申し上げます。立憲民主党川内広志でございます。選挙戦のお願いとご挨拶に上がりました川内広志でございます。どうせ政治は変わらないとお思いでしょうが、川内広志が変えてまいります。皆様の大切な一票でこれからの政治が変わります。どうか皆様、川内広志とともにこの鹿児島から人事を変えてまいりましょう。皆様の大切な一票、迷わず川内広志へと投じてくださいますよう心よりお願い申し上げます。こんにちは、川内広志でございます。川内広志でございます。先生のお願いとご挨拶に上がりました。立憲民主党、川内広志、川内広志でございます。どうかどうか皆様のご支持ご支援を川内広志、川内広志へとお願い申し上げます。責任を忘れず、感謝を忘れず、気をこねて働いてまいります。川内広志でございます。川内広志でございます。立憲民主党、川内広志でございます。令和の皆様、川内広志でございます。今年のお願いとご挨拶に上がりました。川内広志、川内広志でございます。皆様お一人お一人の力が頼りでございます。川内広志でございます。これからの政治を変えるのは皆様の一票でございます。この鹿児島から川内広志とともに変えてまいりましょう。どうか皆様のご支持ご支援を川内広志へと賜りますようお願い申し上げます。川内広志でございます。皆様お一人お一人が安心安全に暮らせる町づくりしっかりと取り組んでまいります。川内広志でございます。川内広志、立憲民主党川内広志でございます。選挙戦のお願いとご挨拶に上がりました。川内広志、川内広志でございます。誰よりもふるさと鹿児島を愛する川内広志でございます。誰よりも皆様の暮らしを考える川内広志でございます。皆様お一人お一人の声にしっかりと耳を傾け、しっかりと国政へとつなげてまいります。川内広志でございます。川内広志でございます。立憲民主党川内広志でございます。選挙戦のお願いとご挨拶に上がりました川内広志でございます。たすきに祈りを込め、皆様の暮らしを守りたいと挑んでおります。本日よりスタートいたしました選挙戦、何としても負けるわけに、ありがとうございます、参りません。ありがとうございます。皆様の暮らしを守るために何としても勝たせてください。川内広志でございます。有言実行、川内広志でございます。子供たちが大きくなって鹿児島に生まれてよかった、そういった国政しっかりと取り組んでまいります。皆様の命と暮らししっかりと守ってまいります。どうか託してください。信じてください。川内広志でございます。皆様に寄り添う身近な議員として、川内広志を今一度国政へと押し上げてくださいますようお願い申し上げます。必ず仕事で皆様に恩返しをしてまいります。川内広志でございます。川内広志でございます。立憲民主党川内広志でございます。川内広志でございます。こんにちは。川内広志でございます。選挙戦のお願いとご挨拶に上がりました。川内広志でございます。いよいよ選挙戦スタートいたしました。今回の選挙、何としても負けるわけにはまいりません。川内広志、皆様の大切な一票がこれからの政治を変えてまいります。どうか皆様、川内広志信じてください。託してください。川内広志に汗をかく場をお与えください。川内広志でございます。川内広志、立憲民主党
道川内宏でございます。お車の皆様どうぞお気をつけてお進みください。川内宏でございます。ありがとうございます。ありがとうございます。お車からありがとうございます。その今振っていただいた右手で川内宏と通してくださいますようお願い申し上げます。川内宏でございます。立憲民主党川内宏でございます。選挙戦もいよいよスタートいたしました。なんとしても書かせていただきたい川内宏でございます。皆様の暮らしを守りたい、皆様の自由を守りたい川内宏でございます。はい、ありがとうございます。川内宏本人です。私は川内宏本人でございます。どうもこんにちは、よろしくお願いします。今日から衆議院選挙がありがとうございます始まりました。川内宏皆さんと力を合わせてありがとうございます。何としても政治を変えなければならない、そう決意をしてこの総選挙衆議院選挙臨ませていただいています。なぜならば自民党政治の限界が見えているからです。裏金問題や統一教会問題、能登半島では1月に地震が起こり9月に豪雨が降り、まだまだ避難をしていらっしゃる方、通行止めの道路たくさんある中で総選挙を強いられています。それは自民党さんがただ単に自分たちが勝てば全てをチャラにできると思っているからなんです。公認とか非公認とか個人の問題にすり替えていらっしゃいますけれども、裁判では組織的な犯罪であると言っています。もう川内宏が申し上げるまでもなく、多くの皆さんがおかしいじゃないかというふうに思っていらっしゃると思うんです。あ、こんにちは、ありがとうございます。川内宏です。お願いします。ありがとうございます。気をつけて。僕の姉ちゃんも式中、ありがとうございます。ありがとうございます。私が県一県初め歩く中で、ある自民党員だというおじいさんがこんなことをおっしゃいました。俺はな、川内を遠いんだけど、物価が上がって格差が拡大して気持ちくて、コンビニで100円のパンを盗んだだけで警察に捕まる人もいる。だけどそんな中で3000万円4000万円裏金作って脱税して、自民党議員は誰一人捕まらんじゃないかと。一体どういうことだ。俺は自民党員だけど頭に来ている。総裁選なんて茶番劇じゃないかと。石破が何が出くんもんか。そう、これ私が言ったんじゃないんです。自民党員のおじいさんが言ったんです。真面目な自民党を応援してきてらっしゃった方こそが怒ってらっしゃるんだなと思いました。だからこそ石破さんももう変えられないんだと、変えることはできないんだと、総裁選の時におっしゃったことと今言っていることが全く違う。もう外から変えるしかない、限界が来たんだと。限界を突破するには外から変えていくしかない。川内宏はそう思います。じゃあ何のために変えるのということになるわけでございますが、ありがとうございます。それはすなわち政治が本来発展に生まれる、戻っていく。政治は生活です。政治は皆さんの生活を支えるためにある。暮らしや仕事を支えるためにある。だからこそこの大変な物価高騰の中で消費税を停止すれば物価が 10% 下がります。使えるお金が増えるんです。ありがとうございます。年金の給付額を引き上げていく。さらには学校の給食費や
あるいは学級費や修学旅行費、子どもたちにかかる様々な費用を無償化していく、大学の奨学金の金利を免除したりする、そんな皆さんの生活を支えるための政治を川内博士は皆さんと一緒に作っていきたいんです。だからこそ今回のこの総選挙で皆様にお力をいただいて、何としても立たせていただかなければならない、立ち向かせていただきたい、そのお願いを本日からスタートをさせていただいています。どうか皆さんそれぞれどんな人も一票ずつです。老若男女どんな人も一票ずつ、その一票ずつの力で政治を変えてください。皆さんには政治を変える力がある。偉い人たちは自分たちでは変えられないんです。間違いを認められないんです。失われた30年、何が失われたのか、皆さんの所得です。ありがとうございます。頑張ります。ありがとうございます。頑張ります。ありがとうございます。所得の中央値、2024年には1994年から実に140万円も中央値が低くなっている。女性はそこからさらに100万円低くなっています。だからこそこの失われた皆さんの所得を取り戻す、それこそが今回の総選挙の大きな意味なんです。じゃあどうやって取り戻すのか。こんにちは、川内博士です。一色小学校出身でございます。ありがとうございます。じゃあどうやって取り戻すのか。これはまず減税と給付です。減税は消費税の停止、ガソリン確定税率の停止、そして給付は年金の毎月の上乗せ給付。ありがとうございます。さらには給食費、学級費、修学旅行費の無償化、大学の奨学金の金利の免除、さまざまに徹底的に皆様方の生活を下支えしていく、失われた所得を回復をさせていく、それこそが今政治が果たすべき役割であると川内博士は考えています。私の前をありがとうございます。タクシーが走っています。今の自民党の政権は、昔は白タクは犯罪だった、それを白タクをライドシェアなどと言い換えて合法化しようとしたりしています。とんでもない、ふざけるな。ありがとうございます。川内博士です。一色小学校の出身でございます。一色小学校出身、川内博士、川内博士、衆議院候補、川内博士でございます。一色小学校出身なんです。ありがとうございます。一色小学校出身では、かつてロサンゼルスオリンピックで平泳ぎで金メダルを取った鶴田さんほど有名ではないかもしれませんが、私も一色小学校出身でございます。川内博士でございます。ありがとうございます。地域公共交通を充実をさせていく、支援をしていく、買い物が困難な皆さんに移動販売車両の制度を国の事業として創設をしていく、そんな皆様方の生活を支えるための政策を実現をさせてください。それが川内博士、川内博士の目指す政策でございます。どうか皆さん力を貸してください。川内博士でございます。自民党の2世3世の政治家には絶対にできない。小泉純一郎さんがかつて、うちのね、進次郎はね、4世だから大丈夫だって言ったそうですけど、とんでもないです。ふざけるなと、あまり言葉に似てませんでしたが、どうか皆さん生活の悩みはお金の悩みです。これだけ上がっている、そんな中で皆さんの生活を支えるのは減税です。減税は消費税を停止することです。 10% 物価が下がるんです。そして皆さんの手元で使えるお金が
増えるんです。本来政治はそういうことをやるべきなんです。43兆円も防衛費を増やして防衛増税までしてアメリカの中古の兵器を買わされる、なんだかなぁと、情けないなぁと川内博士は思うんです。皆さんもそう思われると思うんです。そんな政治をありがとうございます。川内博士と一緒に変えてください。変えていきましょう。私は川内博士です。一色団地の出身なんです。一色団地4丁目22の5バッチが実家なんです。川内博士、川内博士、川内博士でございます。どうか皆さん力を貸してください。川内博士でございます。ありがとうございます。ありがとうございます。どうかどうか皆様のお力が頼りでございます。川内博士でございます。川内博士でございます。皆様お力をお貸しください。選挙戦のお願いとご挨拶に上がりました。立憲民主党川内博士、川内博士でございます。どうか皆様のお力ありがとうございます。川内博士伝統変わりますようお願い申し上げます。川内博士でございます。初心を忘れず、感謝を忘れず、しっかりと働いてまいります。川内博士でございます。ありがとうございます。川内さん、ありがとうございました。ありがとうございます。お車からありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。皆様、お一人お一人の力が頼りでございます。川内博士でございます。これからの政治を変えるのは、皆様の一票でございます。どうか皆様の大切な一票、迷わず川内博士へと通してくださいますよう心からお願い申し上げます。川内博士でございます。立憲民主党川内博士でございます。選挙戦のお願いとご挨拶に上がりました川内博士でございます。皆様お一人お一人の暮らしを守りたい川内博士でございます。どうか皆様のご筋ご支援を川内博士、川内博士へとお願い申し上げます。川内博士でございます。あげます、はい、よいしょ、よいよ。ちょっと前に出して、ちょっと横さん、ちょっと待ってね。ちょっと飛び出してみてください。お世話になります。ありがとうございます。今日から始まりましたので、よろしくお願いいたします。どうも、おいしい。はい、お願いします。本当に絶対勝ちますよ。広げてください。はい、お願いします。お願いしますよ。はい、もう口は正体ぐらいのと、お願いします。今からですかね。今から、お願いします。あー、負けませんよ。お願いします。あ、石木団地の皆様方、お世話になります。私は川内博士でございます。もらって帰って、一時期4丁目が実家でございます。川内博士でございます。今日は県議会議員の上山忠重県議会議員とともともに、私のこのふるさとである一色団地の皆様方に、この選挙戦何としてもありがとうございます。このお願いをまずさせていただきます。ありがとうございます。それでは知ってる、ずっとずっとかけてるのね。ずっとかけてます。はい、ずっとやってる。それではまずお願いします。ありがとうございます。上山忠重選挙委員より一問お願い申し上げます。錦の皆さん、本日は川内博士、いよいよ選挙戦の始まっております。私、県会議員の上山忠重でございます。ありがとうございます。今回の選挙は自公政権の終わりを告げる選挙にしたためならません。どうだ、政治の勝ちの問題がこれほど醜いまま
コンビニで気持ちくて100円のパンを盗んだら捕まるじゃないか。だけど3000万4000万裏金作って脱税して捕まらん奴らが自民党の議員にいる。ありがとうございます。とんでもないことだ。ありがとうございます。とんでもないことだ。渡してください。石破総理、総裁選茶番に行くじゃないか。その自民党員のおじいさんが私に言いました。本当だな、その通りだな。でもそういう自民党をみんなの力で、一票一票の力で変えていかなければならない。それが今回の総選挙であるというふうに思います。そしてどういうふうに変えていくのか。ありがとうございます。頑張ります。政治が本来果たすべき役割をしっかりと果たしていくようにする。それは政治の皆さんの生活を支えるためにあるわけです。政治の皆さんの仕事を支えるためにあるわけです。これだけ物価が高騰して、みんなの生活が少しずつ苦しくなってきているであるならば、減税と給付によって皆さんの生活を支えなければならない。減税とは消費税を停止することです。物価が即座に 10% 下がります。皆さんのところで使えるお金が増えるんです。さらにそれだけでも足りないよ、大変苦しいよという方たくさんいると思います。年金の給付額を上乗せて子供たちに対しては給食費や学級費や修学旅行費を無償化していく。さらには大学の奨学金金利を免除する。徹底的に皆さんの生活を支えるための政治を作っていかなければならないと川内博士は考えます。ありがとうございます。こういうふうに申し上げると財源はあるのか、そんな質問もあるでしょう。大丈夫です。財務省の報告書の中には日本の国ではお金がある、私たちにはお金がないけど日本の国家にお金がある、だから今のうちに政策をしっかりと打ってみんなの生活を向上させるための政治にしていくことが大事だね、ということが書いてあります。皆さん今回の総選挙でありがとうございます。ありがとうございます。でも政治を変えましょう。石木さんの皆さんには特にお願いをしたい。ありがとうございます。なぜならこの川内博士のふるさとだからであります。石木団地の西石木4丁目の22の5番地が私の実家でございます。残念ながら父母は3年前2年前に他界をし、そこにはもうおりませんが、私が時々寝泊まりをしながら家の空気の入れ替えを、ありがとうございます。絶対やりますから力を貸してください。ありがとうございます。頑張ります。ありがとうございます。寝泊まりをしながら空気の入れ替えをしながら実家を維持しておりますが、どうかお疲れ様です。お願いします。ありがとうございます。頑張ります。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。もう一度申し上げます。自民党政治の限界を乗り越えて皆様方の生活のための政治にしていく、物価高騰に対応する、2000万円なければ老後を暮らせることができないと金融庁が発表しましたけれども、そんな皆さんの生活の不安を解消するための給付を上乗せしていく、そんな当たり前の
政治をしていく実現するために川内宏が頑張りますから、どうかどうか石木団地の皆さん、この川内宏に支援の輪を広げてください。川内宏を何としても勝たせてください。勝ちたいです。石木団地の皆さんと力を合わせて勝ちたいです。どうかどうか心を込めてお願いを申し上げ、この場をお借りいたしましての川内宏の訴えにいたします。ありがとうございました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 。ごめんなさい。ありがとうございます。生活を支えるための制限するために傾けるためにというふうに思います。どうですか？いや、まあ、あんまり聞かないまあ、こういう私にとっては普通の建物はいはいはい、まあ、これからまあいや、だから自民党政治の限界は超えて、こんにちは、川内でございます。ぜひ力を貸してください、勝たせてくださいっていうことを一生懸命いっぱいで共感の輪を広げていきたいというふうに思います。はい、ありがとうございます。はい、頑張ります。ありがとうございます。頑張りましょう、頑張りましょう。はい、ちょっと後ろ失礼しますね、ごめんなさい。はい、頑張ります。ありがとうございます。ありがとうございます。よいしょ、すいません。お、バイバイ。はいはい、閉めます。お願いしますね。はい、あ、やっちゃった。閉まったか、反動か、反動か。よいしょ、はい、どうも。あ、大吉、大吉。おぉ、どうも、どうも。頑張ってな、頑張ります。すいません、高いところからすみません。お願いします。呼んでください。ありがとうございます。絶対頑張りますから。頑張ってください。はい、お願いします。ありがとうございます。お願いします。ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。頑張ります。ありがとうございます。はい、はい、大変です。ありがとうございます。ありがとうございます。頑張ります。ありがとうございます。ありがとうございます。山県議、ありがとうございました。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 どうか、どうも。ありがとうございます。ありがとうございます。川内宏さん、ありがとうございます。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 お願い申し上げます。広げてください。川内宏でございます。民主党、川内宏でございます。お店の方からありがとうございます。選挙戦、いよいよスタートいたしました。皆様のお力賜りたく、お願いとご挨拶に上がりました。川内宏、川内宏でございます。これからの政治を変えるのは川内宏でございます。皆様の大切な一票が政治を変えてまいります。この鹿児島から日本を変えてまいりましょう。川内宏とともに変えてまいりましょう。どうか川内宏に託してください、任せてください。川内宏でございます。
立憲民主党川内宏でございます。ありがとうございます。ありがとうございます。お買い物中の皆さん、歴で並んでらっしゃる皆さん、川内宏です。西一式4丁目です。一式団地が実家なんです。ぜひ今回の総選挙、川内宏にこんにちは力を貸してください。バイバイ。ありがとうございます。ありがとうね。ありがとうございます。可愛い。ありがとうございました。川内宏でございます。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。どうか皆様、川内宏へと皆様のご出席ご支援賜りますようお願い申し上げます。選挙戦のお願いとご挨拶に上がりました。